横浜港未来21ブリリアグランデュ港未来、ブリリアショートショートシアターあたりシアターのロゴ建物外観を別のアングルよりブリリア、ショートショートシアターは横浜市西区港未来にかつて存在した短編映画を専門に上映する商業映画館。俳優の別所哲也が解説し、別所が代表取締役を務めるビジュアルボイスが運営を行っていた。また、 様々なイベントなどを行うレンタルシアターイベントスペースとしても利用可能であった。2008年2月の開設から約10年間で国内外の様々な作品が上映されてきたが、賃貸借契約期間満了のため2017年12月2日をもって閉館している。日本国内初の映画サイトを連動した常設短編映画館として2008年2月14日に 横浜港未来、五十街区の集合住宅、ブリリア・グランデ港未来の仮想武将業施設、フィルミーの2階に開設された。ショートショートフィルムフェスティバルの上映会場の一つとなっていたほか、世界中の短編映画を映画祭開催時以外にも随時上映していた。2009年には、日米の会場で同時刻、同時スタート上映を行い、各国の代表作品が競い合う。 短編映画祭、シネリンピック、を開催。2011年には、東京国際レズビアンゲイ映画祭と連動して、セクシャリティやジェンダーをテーマにした短編映画も上映した。また、ホラー短編映画を上映しながらの稲川淳二の、会談ライブイベントや短編映画に関する、トークイベント、アニメ、ラストエグザイル全26話一挙上映イベントなど、 通常の短編映画上映以外にも様々なイベントが行われていた。開設から約10年で241プログラムの短編映画作品を上映し、延べ約26万人の入館者が訪れたが、定期建物賃貸借契約の期間満了に伴い、2017年12月2日をもって閉館することが決定。閉館までの1ヶ月間は主に、 オーディエンスベストオブベストプログラム及び、スタッフを進め、ベストプログラムを上映し、さらに最終日には、スペシャルイベント、ブリリアショートショートシアター10イヤーズヒストリーフューチャーリリコ別所哲也が語るショートフィルムも開催された。なお、閉館後の2018年2月14日には、オンラインシアターとなる、ブリリアショートショートシアターオンラインが開設されている。また、 閉館後の施設利用については映画館設備部分が改装され2019年7月にライブステージスタジオ設備やカフェスペースなどを備えたライブハウス多目的ホール横浜港未来ブロンテライブが開設されている2017年12月2日の閉館以前の情報を以下に記す神奈川県横浜市西区港未来後の3の1フィルミー2階 別所哲也が出演する以下のテレビ番組の収録で、当シアターが使用されている。ありがとうございます。